炭素質コンドライトのサンプル、左からアエンデ隕石、タギシュレーク隕石、マーチソン隕石炭素質コンドライト、または C マイナス型コンドライト、もしくは炭素質急流隕石はコンドリュールを含む石質隕石のうち、いろいろな化合物や有機物の形で炭素原子を含むものを言う。発見された隕石全体に占める炭素質コンドライトの割合は少なく、 数十例である。このタイプの隕石は、気化しやすい成分を多量に含んでいる。生漢物質が一旦惑星などに集結すると、重力エネルギーの解放によって、高温となり、これらの成分は蒸発してしまうが、この隕石は固結してから摂氏200度を超えたことはない。すなわち、原子惑星など、大型天体の一部として取り込まれる過程を経ていない。 太陽系創生当時の原子の生還物質における元素素性の情報を含んでいると考えられている。炭素質コンドライトの中にはアミノ酸、脂肪酸などの有機物もしばしば見出される。炭素質コンドライトはさらに CI、CM、CH、CR、CK などに分類される。C の次の文字はそのグループを代表する隕石の名前から取られている。 炭素質コンドライトのうち、有名なものには、オルゲイユ隕石、イブナ隕石、マーチソン隕石、タギシュレイク隕石、アエンデ隕石、カルンダ隕石、NWA801 などがある。ありがとうございます。